君たちも噂話なんか。確かにうちに来ている客はその話題、流行の話題というより都市伝説みたい。俺が聞こうとしなくても勝手に耳に入ってくる。おい、怖い話じゃないよな。ちょっと待ってくれ。心の準備をするから。怖いということは別にないが、まあ少な、闇夜の英雄と呼ばれる人の英雄譚だ。おい君たち、人のだから。いや、噂によると彼は真夜中にのみ現れ、悪い奴らを成敗する謎に包まれた人物らしい。正直に言うとそういった噂にあまり興味はないが、まあ酔っ払って暴れるお客さんの対応をしてくれるのなら喜んで歓迎するな。その答え、単にミステリアスな感情、そっちの方がモテるからな。酒場でよく見る手口とそう変わらない。とにかく俺が知っているのは以上だ。興味があるなら広場の方で聞いてみたらどうだ。お客さんの注文の邪魔はしない。闇夜の英雄か。ただ一体どんな人なんだろうな。たとえ幼馴染でも。闇夜の英雄はね、この私よ。ごめん、冗談よ。本気にし、はあ私が本当に言いたかったことは、あの人からは私と似た雰囲気を感じるってことよ。似た雰囲気。育成層の夜、ずっと門戸を守り、己の正義を貫いて信念を守っている姿がね。マーガレットってそんなにすごいやつだったっけ。いいえ、その英雄さんは持ってるものだけが精神的な豊かさを求めることができるのが世の英雄が出てくる物語の多くもそう描かれている。そんなことな、ほとんど同じ意味だろう。キャッ、そうだ、縄文のおそばんの人の。君たちも闇何を隠そう。まあそう焦らない。あの夜見回り中の俺は変わった。そしたら何者かが数人だから。どうい、衛兵なんだろ。その瞬間、その者がまとう黒い服は悪人たちにとってそれはまるで音。おい、そして俺はどうしたと思う。悪いことをしてない俺が。だが現場から離れたのは事実だ。何、だから俺は騎士団の寮へと確認しに戻ったんだよ。ああ、あの、けどそれは寮を確認したけど。じゃあ騎士団、そうなるね。しかしどうしてもわからない。あの者の実力なら。結局お前も闇夜の英雄そう落ち込むな。少なくともそうだ、花屋で聞いてみたらどうだ。あそこの女性は彼に助けられたことがあると聞く。
と。浮気なんて。なあ、闇夜の英雄に次。闇夜の英雄？あ、ごめんなさい。まさか。どうしよう。あ？いて。もともとあの夜、闇夜の英雄に救われてから。じゃあ、闇夜の英雄を見たんだな。どんな顔だっ。覚えてるのは、心が安らぐような炎の光と、まさか、そう、運命の人だからこそ、一目見ただけなのに。わかった。これまでの情報、セピロス騎士ではない。うわ、ここまで調べたんだから、夜の城内でも歩いてみるか。怪我なら、教会に行ってバーバラさんに見てもらった方がいいよ。夜になったな。城内を歩いてみるか。運が良ければ闇夜の英雄と会えるかもしれない。衛兵の巡回路を避けていたら、まさか君たちに出会うとは。闇夜の英雄？はあ？本人なのに知らないのか。くだらない噂話だ。まあこれで闇夜の英雄の謎が解けたな。それでさ、闇夜の英雄さん、その名で呼ばないでくれないかな。だよな、闇夜の英雄はダサい。もっとロマンあるな。正義の味方だ。正義の味方さん、一体何があったんだ。アビス教団だ。またあいつらか。最近何やら悪巧みをしているよう。この間何度も僕が阻止したというのに、まだ諦めないとは。ああ、もう一人の闇夜の騎士団には役に立たない奴が多すぎる。安心して背中を預けられるわけがない。称賛されるためにやっているわけではない。君たちの話し相手に付き合ったんだ。僕の正体を内緒に。特に騎士団の人間には僕の行動を知らせるな。あれ、今何か音が。ただの雑魚だ。君でもか。雑魚どもに僕の歩みを止められては困る。ここは頼んだ。秘密を守る剣も忘れるな。ではまた。さっきここで何か物音がしたような気がする。何か異常はなかったか。異常な、ないよ。あ、闇夜の英雄のことか。それなら闇夜の英雄だ。
あ、モンドを守ってくれていたのはお前たちだったのか。騎士団を代表して礼を言わせてくれ。だ、そんなにかしこまらないでくれ。いや、待て。お前たちがモンドに来る前から。だ。なぜ嘘を吐いた。まあいい。だが闇夜の英雄の件で後日騎士団に来てほしい。この場所では言えないこともあるのでね。仕事があるからこの辺で失礼するよ。闇夜の英雄について何か話したいことがあるみたいだな。騎士団に行って話を聞いてみるか。ああ、来てくれたんだな。今日この間の闇夜の英雄の件について。他に、そうか、実は。うわっ、へったくそな字。ん？しかも、ああ、ほぼ共通語ではあるが、暗号のようなと読めるところだけ見ると、これはアビ、つまり、その通りだ。可能であれば、これは闇夜の英雄一人だけではなく、モンド全体に関わる問題だから。ああ、何かすごいことを言ったのね。アビス教団からの果たし、ジョーカー、大変なことになるぞ。早くリルックの旦那に教えてやろう。アビス教団からの果たし状のことか。もう知っている。わざわざし、うえ、暁ワイナリーの情報網はビジネスだけじゃないってこと。じゃあディルックの旦那、君たちの意見を聞かせてくれ。それでは何もかも騎士団任せになる。それに僕は隠れて騎士団に尻拭いをしてもらうほど。アビス教団のやつら、無論方法はあるだ。果たし状にわざと隠されていた情報がね。わざと隠されていた？あれは奴らだけが読める暗号のようなものだろう。つまりあれは単なる果たし状。双方の立場が対立した時、僕は長いこと奴らにとっての悪人。アビス教団が僕という目標を見据えることで、その力はより団結を増すことになるだろう。英雄になるためには、ただ奴らのことに詳しいだけだ。でも簡単さ、わからない。奴らの拠点はすでに把握している。興味があるならつ、
ここだ。このような古い遺跡に隠れるとは。アビス、さあ。
で乗り込ん僕を騎士なんかと一緒にするな。手紙を読んだのか。自分の立場をまだ分かっていないようだ。手を媒介に神の目の炎を放った。あぎゃー、熱い。つまで我慢できるか見てみようじゃない。やめろ、頼むからやめてくれ。死んだふりしても無駄だ、この程度の。おい、まだ言うからやめてくれ。教団は明日22時にモンドの正門へと奇襲を仕掛ける。知っているのはそれだけか。情報は手に入った。可能であればこの件について。はい、任せてくれ。突然どうした。ついさっきディルックの旦那はオイラの怒らせく闇夜の英雄を見つけないと。ああ、お前たち先ほどの会議で今回の行動指針が決まったんだが、どうなったと思う。冗談はよしてくれ。騎士団はモンドの安全。そんなことになればモンドの者たちは騎士団よりも、や、ももも、じゃあ闇夜の英雄の正体を明らかにして彼保護。あいつの実力なら騎士、いや、まあお前たちにはいろいろと世話になったからな。保護はあくまで表向きで、本当の狙いはこの一件を騎士団の管理。闇夜の英雄には手を出させないってこと。騎士団の実力を証明。それにアビス教団が何をするか敵の勢いを高めることになる。騎士団にも騎士団の。それに闇夜の英雄の正体もわからん。そう悩む必要はないさ、ホフマン。ガイア隊長。そうだな、最近ディルックのやつが彼を見張ってみたらどうだ。そう難しい。それはもちろん問題あり。ディルック様が。さてね、どうだか。騎士団の中。騎士団の内情はこんな風になってるんだな。あとガイアはまるで闇夜の英雄の正体を知ってるみたいだったよな。早くワイナリーに行ってディルックの旦那に伝えてやらないと。ディルックの旦那、あのな。
チッ、こうなる予感はしていた。何やら因縁深そう。それより騎士団の考えは僕のよ。今はその策を逆に利用してやればいい。考えるから静か。僕を監視する完璧なアリバイを作ればいいだ。アリバイ？知りたいなら一つ手を貸してほしい。もったいぶるなよ。ワイナリーの北西にモンドでも有数の無氷花の産地があるんだ。それを少し取ってきてほしい。僕はここ。逃げられないって言ったでしょ。ああ、戻って紹介しよう。こちらはワイナリーの醸造師だ。無氷花がこんなに？今か。精製設備はこの純度に耐えられるか。問題は生じないだろうか。おお、いや、ご安心ください。オーナーの指示であれば命がけで完成させてみせます。命をかけるような仕事じゃないだろう。ではお話を続けてください。こちらは仕事を開始しますね。その無氷花で何するんだ？ああ、実はこの前ワイナリーで新しい味を開発しようとした時、清涼感をアップさせるため無氷花を少し入れてみたんだ。精製された無氷花は。じゃあよく売れたのか？いや、客を引き寄せたのではなく、それは元素力を吸収して生きている奴らにとってその誘惑はこだから、この特性を利用して。うわ、寒い。ディルク様、ご苦労。設備の心配はいらない。羊に出た金持ち発言。今話していたのがこれだ。生成された無氷花。すごい。この少し地面に垂らせばいい。きょ、これくらいでいい。で、予想以上の効果だ。ワイナリーがスライムたちに荒らされる前に。
私だけで、それでディルクの旦那、そろそろ計画の内容を教えてくれないか？ああ、計画はこうだ。以上だ。けど、ディルクの旦那一人で。最初から僕のこだわりだ。こんな風になった今も、僕一人で立ち向かう。わかった。でもそれでも、オイラと旅人は手伝うからな。おい、空気の読めないこと言うな。君たちに一つ借りができたな。夜になったら酒場でディルックの旦那に会おう。これは騎士団のホフマン殿。こんな、いえ、特に用は。暇を見つけて少し酒を飲む。おや、旅人。おう、ご注文は？ではダンディライオン酒をいただく。オイラはアップルジュースがいいな。だ、財布を忘れてきたみたいだ。お前は？すまないが、財布を取ってきてもらってから注文。じゃあ俺がおごってやろうか。いいいい、そんなに時間かからないし。ホフマン、本当に来たな。計画通り、モンドの側門で元素の餌を使おう。おい、全部使ったのか？あれほどの量を。きっとここ、すごいことになるぞ。うわ、スライムがもう出てきた。ああ、ガイア隊長は、ああ、違う。上司をそんな風に。戻ってきたぞ。ああ。ホフマンさん、ホフマンさん、側門が大変なんです。すぐ来てください。なんだと？な、スライム？スライムくら、スライムは珍しくないのですが、その、まさか、アビス教団の仕業か？しかし、ほう、別の任務。酒を、あ、いや、騎士団とはこんなやり方しかできないのか。アビス教団が城門まで迫ってきているという。だからセピロス騎士団は頼りにならないと言っているんだ。それは、今すぐ出発しますが、旅人。あ？し、俺の任務をして、側門の様子を見に行ってくる。すぐ戻るから頼んだぞ。邪魔者は全て計画通りだ。僕もそろそろ行く。彼が戻ってくる前に戻らないといけない。時間を。俺は諦めないぞ。来たか。
戦いは最もたやすいことだがな。所詮は雑魚だ。雑談している時間はない。側門の状況はわからないが、問題も解決したし、早く坂門に戻ろう。ホフマンが戻ってくる前に。ホフマンはまだ戻ってな、間に合ったな。なんとか。それは良かったな。騎士団はスライム掃除に職務を変えたらどうだ。今より重宝されるか。皮肉は勘弁してくださいよ、ディル。ん？旅人、その汗はどうした？どこか出かけてたのか？暑い。それにな。おい、どうするんだ。すまないが、そこの人、少しディルック様、今日のバーテンダー。ああ、旦那。ああ、いやいや、ディルックさんはずっとカウンターにいたぞ。そうか。ホフマン殿、君がこれを飲んだら帰るといい。ああ。妙だな。それもそうと、今日、君たち以外の客は、みんな暁ワイナリーのものだ。まさかの全員桜。全員じゃないさ。正確に言うと。来いよ。
静かに芝居を鑑賞できる。まさか最初からいたのか。ああ、この闇夜の英雄のアリバイ劇はそれでこの剣を騎士団に俺のことをよく、ただ単にモンド、やっぱり君の期待に。ああ、わかっ。しかし一番意外だったのは、ここの闇夜の。申し訳ないが、本日の営業はここ。はいはい、いいさ。今夜はもう酒で盛り上げる必要も。でも出る前に聞こう。ディルック、お前にこの助手がいて素敵な夜を。じゃあまたな。ガイアの、あいつのことは今回はいろいろと助かった。これは礼だ。一人で行動することに慣れてはいたが、今後何か助けが必要になったら僕のところに来ると。